取らんか。竹田市の田んぼで人気のウォータースポーツサップの体験イベントが開かれ、家族連れなどが水上散歩を楽しみました。竹田市九十町にある田植え前の30アールの水田、地元の丸山自治会の人たちがボードの上に立ち、パドルを漕いで水面を進むサップを楽しんでもらおうとイベントを企画しました。今日は家族連れなどがおよそ50分間、15センチほど水が張られた田んぼで左右のバランスを取りながら体験しました。パドル漕いで楽しかったです。体幹が取れなくて難しかったです。またみんなでサップやりたいです。子供も喜んでたんで良かったです。田んぼなんで安全っていうのがすごく良くて、あと子供も泥だらけになってはしゃげるんでいいと思います。田んぼでサップは来月3日から5日にも開催予定で、利用するには事前に予約が必要です。ボードの貸し出し料金は一定あたり500円です。連休後は9月中旬まで不定期に実施されることになっています。